そっちの整理を任せてもいい？僕はこっちの荷物を片付けるよ。君との訓練のおかげかな。最近はこういう大きな荷物も持てるようになったんだ。あれ？どうしたの？チェス盤？誰がこんなところに。弊社の掃除が終わったらルールを教えてあげるね。よし、そうと決まったらさっさと掃除を終わらせちゃおう。よし、また僕の勝ちだ。ごめん、つい夢中になっちゃって。昔から頭を使うのは好きだったし、こういうのは結構得意なんだ。でも状況じゃこんなのはきっと役に立たないし、ちょっと座学の成績が良くたって戦闘があのざまじゃ。アルレルト、アルレルトはいるか。はい。アルレルト、貴様に用がある。アルレルト、何をしている。ついてこい。はい。お前は早く寮に戻れ。最近はおかしな噂も聞くしな。森の方で時折不気味な声が聞こえるらしい。正体は分からんが、夜間の外出は控えた方がいいぞ。ちょうどいいところに来てくれたね。どう？調査兵団にはもう慣れた？そうか、それは何よりだ。ここ最近は壁外での任務の機会が増えているからね。空いた時間にみんなと仲良くなっておくことも大事だよ。しかし任務の回数が増えれば増えるほど研究に割ける時間は減っていくから困りものなんだよね。どこかに手伝ってくれる人はいないかってモブリットと話していたんだけど。君どう？
よし決定だモブリット、今日からこの子が私の助手。分隊長、とりあえず一度落ち着いてくださいよ。新兵だって任務や訓練で忙しいでしょうに。君も無理して分隊長に付き合わなくてもいいんだぞ。しかしモブリット、このままだと私も君も忙しくなる一方だ。エレンのこともあるし、巨人研究はこれからが本番なのに。それはまあそうですか。ということで、もし君さえよかったらなんだけど、助手として本格的に私たちの手伝いをしてみる気はないかな。次に会う時までに考えておいてくれ。強制してるわけじゃないけど、きっと楽しいと思うよ。うん。おい、そっちの部屋の掃除は進んでるのか？おい、お前の顔についてる目玉は飾りか？俺には埃まみれの小汚い部屋が見えるんだが、まず床の拭き掃除がなってね。よく見てみろ。紙、糸くず、カビ。この調子じゃまだしばらくかかるな。一旦休憩にするぞ。紅茶の支度をしろ。悪くねえ。お前、紅茶の入れ方を誰かに教わったことがあるのか？兵士なんかよりも貴族の給仕の方が適職なんじゃねえのか？こっちはひとまず旧大典ということにしておいてやるが、これが終わったら掃除の続きだ。まだ休む暇はねえぞ。いや、そっちも大変だったみてえだな。どうだった？リヴァイ兵長は。俺も最初は驚いたよ。それにああ見えて上の取り決めに対しても従順だし。おーい、もう帰るところ？いや、リヴァイの指導とやらはどうだった？やっぱり最初は掃除とか紅茶の入れ方から？だと思ったよ。ま、リヴァイは昔からあんなだからね。ハンジさんは兵長より先に調査兵団にいたんですよね。昔の兵長ってどんな感じだったんですか？今と大して変わらないよ。リヴァイは地下街で有名なゴロツキだったらしいんだけど。あ、その話ペトラさんから聞きました。団長に下る形で調査兵団に連れてこられたとか。うん、そうそう。まあ私も詳細な経緯まではよく知らないんだけどね。おっと、あまり引き止めてもいけないな。それじゃあリヴァイの相手は大変だろうけど頑張ってね。
やれやれ。よう、お前か、元気そうだな。エレンたちはどんな感じだ？それが一番だよな。けどエレンのことだ。おとなしくしているのも今だけに違いねえよ。あいつら三人のやってることは昔から変わらねえ。エレンのやつはろくに喧嘩も強くねえくせに、敵の数も見極めず突っ込んでいって、ミカサとアルミンがその尻拭いをする。違うのは敵がガキ大将か巨人かってだけだ。腐れ縁ってやつだろうな。俺はよ、あの三人のいい理解者になれるよう努めてるんだが、せいぜい見守ることぐらいしかできてねえ。どうすればもっとあいつらの力になってやれるんだろうな。おっと、そろそろ仕事に戻らねえと。そのうちまたお前らの様子を見に行くからよ。調査兵団は女型の巨人の正体であるアニレオンハートを拘束したが、強固な水晶体に包まれた彼女から情報を得ることはかなわなかった。一方、作戦中に壁が崩れたことで壁の中に潜む巨人の存在が明らかとなったが、その衝撃的な事実が公にされることはなかった。そして女型の巨人捕獲作戦の決行前、調査兵団は女型の巨人の共謀者を探るため、新兵の一部をウォールローゼ南方の施設に隔離し、ミケ・ザカリアスら手だれの兵士たちに監視させていた。女型の巨人捕獲に貢献した彼はエルヴィンの命を受け、作戦成功をミケたちに伝えるべく短期で隔離施設に向かっていた。そんな彼を思いもよらない事態が待ち受ける。本当にあの子たちの中にアニレオンハートの共謀者が？
さあどうだろうな。だが無視できる確率ではない。こっから南に行くと俺の村が近いんだぜ。私の故郷も近いですね。あれ足音みたいな地鳴りが聞こえます。は？本当です。確かに全員いるか。南方より巨人が多数接近。こっちに向かって歩いてきてる。直ちに馬に乗り付近の集落を回って住民を避難させなさい。南方から？壁は破壊されたと捉えるべきなのかな。私たち人類は負けた。いや、まだだ。人は戦うことをやめたとき初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。君はこんなところに来て一体どうしたんだ。女型の巨人のことか。すまん、こちらの状況もそれどころではない。ウォールローゼが突破されたかもしれないんだ。ここを切り抜けてから聞く。お前が完全装備でここへ来たのは幸運だった。手を貸してもらうぞ。いいな。104機と武装兵で構成した班を東西南北の4班に分ける。戦闘は可能な限り回避し、情報の拡散に努めよう。人や集落を発見次第離散していけ。なお南班と西班は破壊箇所を特定する任務を兼ねる。誰かこの地域に詳しい者はいるか。はい、北の森に故郷があります。その辺りの地形は知ってます。あとコネイも。南に俺の村があります。巨人が来た方向に近くを案内できます。その後俺の村に行かせてください。そりゃもう行ったところで無駄でしょうけど、でも行かなきゃいけないんです。わかった。南班の案内はお前に任せたぞ。近いな。武装している者は手を貸せ。巨人の注意を引く。その間に104機を先発させろ。了解。俺たちの援護に回れ。戦う覚悟はできているな。いい返事だ。活躍を期待している。それぞれ行動を開始しろ。当てた。104機には申し訳ない。我々のせいで無防備なままこの状況に放り出してしまった。ああ、情けないところは見せられない。さあまずは接近する巨人を討伐するぞ。俺が巨人を引きつける。お前たちは104機を守れ。倒した。
池分隊長がおとりになったの？一人で行くなんて無茶よ。池さんを信じろ。調査兵団でリヴァイ兵長に次ぐ実力者だぞ。ギルガー、拠点を作ってもらえるかい？周囲に巨人がいないか確認したい。かあ、任せておけ。巨人確認、全速力でかけろ。戦闘開始するぞ。よし、この調子だ。この先も可能な限り巨人との戦闘を避けて進もう。なんだか悪い予感がします。近くに巨人がいそうな気配というか。巨人がいそうな気配か。装備に余力があれば拠点を設営したいが。今だ。やった、倒した。巨人を確認しました。こちらに接近してきます。サシャの予感が的中したな。よし、経路を変えて進むとしよう。拠点を作ってくれ。君にはニケの様子を見てきてもらいたいんだが。急いで立ててくれ。逃げ遅れた村人がいるかもしれんな。お前だけでは手が足りんはずだ。俺たちも行く。やっ、倒した。ありがとうございます。おかげで助かりました。あの、
さっき拾ったものなんですが、よかったら使ってください。次だ、行く。いやーよっ倒した。ミケ分隊長、104機の離散完了しました。何か手伝わせてください。お前たち、よし、周辺の巨人を討伐する。手を貸せ。この村、人間の匂いがする。次だ。見遅れた村人がいるのか。犯人たちが離散した方角に巨人が向かっているようだ。犯人たちの向かった方角の巨人を討伐し、他の者と共に撤退しろ。俺はここでもっと時間を稼ぐ。はっ、やっ、討伐した。畜生、もうダメだ、助からねえ。ありがとう、助かった。やっ、倒した。始末。巨人が、誰か来てくれ。すまない、助かった。あんたたちもどうか無事で。俺たちも散らばるぞ。ミケ分隊長、無事でいてくれよ。あの貴公子、何か妙だ。Get it!
する。腰につけた飛び回るやつ。まあいいや、持って帰れば。戦うことをやめたとき、初めて敗北する。戦い続ける限りは、まだ負けてない。あ、もう動いていいよ。面白いことを考えるな。随時だよ。やってる。もう大丈夫ですよ。何が？それは、あれ？ああ！嘘でしょ！そんな、待ってくださいよ！さあ、走ってください！
大丈夫ですから。なんで？あなたを助けてくれる人は必ずいる。さあ行って。走らんかい。巨人を食い止めて、あの子を逃がさないと。私が巨人の注意を引きます。その間に奴を倒してください。あの子もまだ相当クエは逃げていないはず。絶対に守らないと。私はあの子を追いかけます。あなたは他に逃げ遅れた人がいないか探してください。倒すだ。そんな、あの子の周りに巨人が集まり始めています。囲まれる前に巨人を討伐して逃げ道を確保しましょう。村の人ほとんどみんな先に逃げちゃった。誰も助けてくれなかった。大丈夫ですからね。次だ。誰か来てくれ。倒した。これでなんとかこの場を切り抜けられそうですね。助かる。あ、走らなきゃ。落ちた。ありがとうよ、助かったぜ。俺は助けを呼んでくる。拠点はここだ。誰か助けて。橋の周りにも巨人が。この橋を渡らなきゃ逃げられないのに。次だ。アジャ、どうしてお前らがここに。感動の再開は後ら出す。まずは任務通り住民の避難に全力を尽くすぞ。もう一押し。急がないと、あの子逃がせなくなってしまいます。あんたは命の恩人よ。ありがとう。そうだ、助けを呼んでくるから。トロストク以来だ。また前節に来ちまうなんて。何の騒ぎかと思って来たはいいけど、巨人が多すぎるよ。誰か手を貸して。
よし、これで橋は通れるようになったぞ。よかったです。片付け、あと少しで巨人のいる一帯を抜け出せますね。行く。お待ちした。ここからはもっと有利に戦えるよう手配しておくから。次だ。苦戦してんのか。無視はできないよな。倒していく。ああ、落ちた。はっ、討伐した。手が足りない、誰か加勢して。助かったわ。私は拠点を作っておくから。今だ。やっ、倒した。呼ばれて応援に来たが、まだ手が足りない。一緒に戦ってくれ。倒す。いやー、次だ。感謝する。しかしこのまま戦うのは厳しそうだな。俺が何か手を打っておこう。他の村にも声をかけに行かねえと。そこの調査兵、悪いがここは頼めるか。え、他の村にも。俺たちの任務はこれで終わりじゃないんですか。行く。こんな時にあんな大型の巨人が。でもやるしかありませんね。これでなんとかなりましたね。本当に助かりました。ここまで来ればもう大丈夫ですよね。周囲に巨人は見当たりませんし。ありがとうございました。おかげで私もこの子も無事に逃げ切りました。この恩は必ず。お肉、お肉ですか。いくらあなたでもお肉だけは。勘弁してください。おい、無事か。怪我はないようだな。ん、お前は。はっ、104期調査兵団サシャ・ブラウスです。上官の指示で各地への情報伝達に当たっていました。そうだったか。装備もない中ご苦労だった。お前とそこの子供は私が安全な場所まで送り届けよう。そっちのお前は戦えそうだな。であればこの先にいる駐屯兵団の加勢に入ってくれるか。どうやら東防衛線が押し込まれているらしい。必ず今回のお礼はしますので。食べ物以外で